ロイ・ヒルトン・ホワイトはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手。1966年にメジャー昇格後ニューヨークヤンキース一筋に15年間プレー。ヤンキースの主軸選手として活躍した。1980年2月18日、読売ジャイアンツに入団。勝負強いバッティングを買われてクリーンアップを任された。 1981年、日本ハムとの日本シリーズ第2戦、0対1で、リードされていた8回表西一塁の場面で、日本ハムの先発、マシュバ・シュゲルユーから、ライトスタンドへ逆転の2ランホームランを打ち、巨人は、対戦成績を1勝1敗のタイに持ち込む。前日サヨナラ負けを喫したチームの窮地をホワイトが、救った格好となった。 1982年シーズン終了後引退。引退後は、ヤンキースのコーチ GM 補佐、スカウト、オークランドアスレチックス参加でコーチを歴任した。巨人とヤンキース両球団の4番打者を初めて務めた選手でもある。現役当時は、気品ある振る舞いで知られ、日本人選手の手本になった。俳優としての活動経験もあり、映画、レベルでは、 シルベスター・スタローンと共演した。日本でも日本のビデオの発売が確認されている。ありがとうございます。